ハック・ウィルソンはアメリカ合衆国ペンシルベニア州出身の野球選手。右投げ右打ち。MLB シーズン最多打点記録保持者。ペンシルベニア州生まれのウィルソンはメジャーデビュー前はボールドウィンの機関車工場で重いハンマーを振るっていた。それによって彼のたくましい上半身が作られた。1923年ニューヨークジャイアンツでメジャーデビューするも、 数年間はマイナーとメジャーを往復する生活を送る。初めの守備位置はキャッチャーだったが足を骨折したのが、きっかけで外野手となった。1925年7月1日20世紀、ナショナルリーグ初の1イニングに本塁打を放ち、同年オフにカブスに移籍、名監督、ジョー・マッカーシーの元強打者として、実力を発揮。移籍1年目は打率、321、 21本塁打、109打点で本塁打王を獲得。1928年まで3年連続本塁打王のタイトルを獲得し、ナショナルリーグのルースと呼ばれた。1929年には打点王を獲得し、チームを12年ぶりのリーグ優勝へ導いた。1930年、チーム打率が309という状況の中、 ウィルソンはナリーグ新記録の56本塁打を記録、合わせて1927年にルー・ゲリックが記録した175打点の大リーグ記録を更新し、191打点を記録した。この191打点は現在も破られておらず、また同時に達成したシーズン56本塁打は1998年にマーク・マグワイアが70本打って、 ウィルソンの記録を破るまで58年間にわたって、ナショナルリーグにおけるシーズン最多本塁打だった。翌1931年、ロジャース・ホーオーンスビーが、兼任監督に就任した頃から、成績は下降し、オフに放出。その後、ドジャース、フィリーズに移籍しても、二度と1930年のような、打棒は蘇らなかった。1934年に、現役引退。 引退後、1941年からは、ボルチモアに居住。軍事工場勤務を経て、市の公園管理部で働き、最後は、市営プールの管理人を務めていた。1948年11月23日、体調を崩して入院していた、ボルチモアの私立病院で死去。死因は肺炎様症状の合併症によるうち出血。晩年は、生活区で、 ナリーグが葬儀台を送るほどだったという、1979年にベテランズ委員会によってアメリカ野球伝道入り選手に選出された。ニックネームのハックには諸説あり小柄ながら筋肉質な体型からロシア出身で当時のレスリング世界王者ジョージ・ハッケン・シミットになぞらえて付けられたという説や、1920年代前半に カブスでプレーしていたハックミラーから取られたという説などがある。1931年から成績が急降下したのには、ウィルソンの飲酒癖が原因にあったと言われている。当時の監督ジョー・マッカーシーは、ナショナルリーグの首脳陣が、アメリカンリーグはベーブルースの活躍で観客動員数を伸ばしている。 ナショナルリーグもルースのような本塁打を量産できるバッターが欲しいと日頃から言っていたことを受けてウィルソンをナショナルリーグのルースにしようと懸命に指導した。指導の回もあり1930年の大活躍につながったが、好成績はかえって本人には重圧となった。もともと昇進だったウィルソンはアルコールなしでは試合に出られないほど衰弱してしまった。最初は ベンチの隅で隠れて飲んでいたが、次第に堂々と試合中にウィスキーを煽るようになり、試合進行とともにウィルソンは酔っ払い、試合が終わる頃には立っているのも精一杯の状態になっていたという。そのため、とても試合中とは思えないほど酔っ払って突っ立っている、ウィルソンの周りを他の守備陣が必死に走り回っているという異様な光景が繰り広げられたという。死去する一週間前に、 CBS のラジオ番組に出演した。その番組でウィルソンは若者に向けて自分を反面教師にしてほしいと語り、良い人生を送るには生まれ持った才能だけでは不十分で良い助言や一般常識が必要であると述べた。ありがとうございます。